はい、皆さんこんにちは。極貧弱小 YouTuber のゲソです、ただいま日付が変わりまして5月の23日月曜日になりましたね、仕事がね始まる前にいつものようにギリギリ滑り込みで最後ね動画の方をもう一本撮って、今週の締めとしたいなと思いまして提供させていただいております。でね、今回はですね、この今動画に映っている RG503 関連の動画になります。先日ですね、とうとう待望のですね、カスタムファームウェアが出ました。で、ジェル OS っていうのかな、JELOS、ジェル OS っていう風に読むんだと思うんですけども、そういったね、名前のカスタムファームウェアが、登場しまして、とりあえずね、PSP になんかの特化今はしてるのかな、PSP からなんか手入れしたみたいで、PSP がね、売りみたいです。で、この PSP が、割とね、動くようになったということで、実際ね、どうなのかというところを検証していければなと思いまして、軽くね、動画の方を撮らせていただくことにしました。はい。それでは早速行ってみたいと思いますので、最後まで動作検証のお付き合いください。どうぞ。はい。それではね、早速動作検証の方を見ていきたいと思います。1本目は PSP のゴッド・オブ・ウォー、落日の悲壮曲になります。私の知る限り、これが PSP でね、最も重たいタイトルだと思いますので、いきなりね、これを言っちゃおうかなと思います。その前にね、まずちょっと設定の方をね、見ていこうかと思います。PPSSPP をベースにしてまして、初期のね、設定がですね、グラフィックレンダラーは OpenGL 1本しかないので、これになってました。で、エフェクトバッファーの方がですね、スキップになっていたんですけども、5等号に関しては、このエフェクトバッファーをね、スキップしてしまうと、動作めっちゃ軽くなるんですけど、グラフィックがね、バグりますんで、これはね、普通にオンにしております。それと、フレームスキップが最初オフになってたんですけども、これもね、いくらなんでもね、フレームスキップなしではね、この性能でどう考えても無理だと思いますんで、これもフレームスキップ今2まで引き上げております。それと、テクスチャのアップスケーリングはですね、ネイティブのこの1倍にしております。デフォルトだとね、2倍に設定されてるんですけども、5等分めっちゃ重いんでね、2倍は無理でしょうということで1倍にしてます。で、ネイティブの OS のアンバニックさんの OS を使った場合はですね、これぐらいまで引き下げてもですね、動作の方がね、かなり厳しいような感じで、ちょっとね、プレイするのはかなり厳しいなっていうところでしたね。はい。で、それが、どうね、改善されているのかっていうところで見ていこうかと思います。まだ今、メーカーロゴなんですけども、すでにね、ここでもうちょっと処理重いかなっていう感じですね。まあ一応そうですね、アンバーニック製の OS よりは若干軽いかなっていうのは見て取れます。バニックよりはね、軽いんですけど、見ていただいたように。まあ、字幕の方が点滅しちゃってますね。はい、始まります。行きます。すでにですね、フレームスキップに対して描写がね、追いついてなくて、キャラがデジャブじゃないですけどね、二重に今映ってましたね。そうですね。まあ、ネイティブの解像度で
ああ、ダメですね。フレームスキップ入れてください。遅いですよって言われちゃってますね。ということで、指示に従ってね、フレームスキップもうちょっと上げてみましょうか。ただもう2にした段階でね、描写に、ゴーストが出ちゃってましたんで、まあ正直、あんまり芳しくないなって感じですね。そうですね、フレームスキップ3にすると、ごまかしでね、早くなっているように見えるんですけど、そうですね、所詮やっぱごまかしかなって感じですね。キャラの動きがね、ぎこちないっすね。一コマ一コマがこう描写がね、なんていうんですかね、コマ数が少なくなっちゃってるせいで滑らかさがないんですよね。ちょっとじゃあ大型出してみます。フレームスキップのせいでしょうね。おそらく連打がうまく認識されてないですね。ちょっとここだけ落としましょうか。もうフレームスキップ切るとひどいもんっすね。音割れはしちゃうしって感じですね。はい、無事扉開けられたんでね、ちょっと。もう一度フレームスキップ上げてみましょうかね。3ぐらいかな。あ、もう一回連打ありましたね。あ、潰されちゃいましたね。はい、っていう感じですね。まあ、まあ正直な印象、まあネイティブのアンバーニックOSとゴッドオブウォーに関してはそんなに大差がないかなっていうのが、まあ、正直な感想かな。はい。では次のタイトルね、続けていってみたいと思います。はい。では次のタイトルをいってみたいと思います。次のタイトルはね、悟空魔界村になりますね。これも PSP の中では結構ね、重めのタイトルになります。で、とりあえず設定はベースとしては先ほどと同じですが、フレームスキップをね、先ほど3で、まあ、5等はやってたんですけども、一応とりあえず2からいってみようかなっていう感じですかね。はい。で、このバッファのモードのところは本来これ、2D ゲームであればほとんどバッファや、スキップにしても、おおむねね、エフェクトの方にバグが出ることはないと想定されるんですが、まあ、とりあえずは、スキップなしでいってみたいかなと思います。ボリュームが悪さですね。ちょっと下げましょうか。
はい、行ってみたいと思います。そうですね、アンバーニック製の時よりも、まあ、若干安定してるかなっていう感はありますね。あれ、ちょっと。もしかしたらフレームスキップ1ぐらいでも大丈夫かもしれないですね。ちょっと1でいってみましょうかね。1だとちょっと厳しいかもしれないな。 BGM がね、なんか途切れと音がね、ちょっと遅くなっちゃったりしますね。あと速度がちょっと不安定かな、1だと。なんか急に速くなったりするような感じですね。そうですね、1だとちょっとやっぱ処理落ちがしていて、その処理落ちがね、あのふとしたタイミングでパッと改善されたりして、いきなり動作が速くなったりしてしまうので、まあ、であればまあこのフレームスキップ2を、デフォルトにしてプレイした方がなんか良さげですね。ということで、ゴクマ貝村に関しては、アンバーニック OS だとね、動作の方がうまくフレームスキップの方を入れてもね、安定しない状態だったんですけども、こちらのね、GLOS であれば、フレームスキップを2にして、ネイティブの解像度であれば、まあ、安定した速度、まあ、安定した速度までいかないかもしれないけども、アンバニック OS の時よりはね、動作の方がいいんじゃないかなっていうのが見て取れましたので、こちらのタイトルは効果ありっていう感じですかね。カスタムファームウェアにしてっていう形ですね。はい。では次のタイトル行ってみたいと思います。はい。それでは最後のタイトル行ってみたいと思います。リッチレーサーズ2になりますね。こちらは先ほどのゴクマ貝村とね、同じ設定で最初とりあえず行ってみたいと思います。フレームスキップの2に入れて、アップスケールの方はネイティブのままという形ですね。はい。では行ってみたいと思います。あ、もうこれカーソルがすでに重いっすね。はい。ダメっぽいかもしれないですけども、とりあえず行ってみたいと思います。
全然遅いっすね。ダメですね。あとね、フレームスキップのせいでね。そうですね、コースの移動がちょっとなんだかぎこちないというか不自然ですね。この車で走ってる時のこの路面の移り変わりというか移動がなんかすっごいぎこちないですね。昔の F1 レーサーとかを見てるようなあれですね、地面の推移というかすごく気持ち悪いですね。ちょっとこれはフレームスキップ入れない方がいいかな。ただ入れないとおそらくね、重いと思うんですよね。ちょっと スキップはやっぱりちょっとレースゲームはね、入れない方がいいですね。これでちょっと一旦リスタートしますね。まず音割れがひどいですね。もうこれ全然ダメですね。こういう時もあれですね、ちょっと何かを犠牲にするしかないですね。ということで、まあまあね、 3D タイトルでこれをやりたくないんですけども、このエフェクトバッファーをねスキップにしてしまいましょう。でこれだとかなり軽くなると思うんで、これだったら、あ、ほら、早速バグできますよ。わかりますかね。下部になんだか黒い塊が出ちゃってますね。ただまあ、コースのね、表示はすごい滑らかになりましたね。やっぱネイティブじゃないとダメですね。速度もきっちり出てますね。BGM の方もね、音割れとかあって、あとこの今、画面がチカチカ点滅してましたけど、多分これも、エフェクトバッファーね、スキップしたせいですね。こういうところにね、3D タイトルにね、弊害出るんですよ。なので、このね、エフェクトバッファーを、切ってしまおうっていうのは最終手段なんですよね。もちろん、ゴッド・オブ・ウォーもね、当然、このエフェクトバッファーを切ってしまえば、動きは良くなるんですけど、敵を倒した時に出てくる、赤い玉とかがあると思うんですけど、あの辺のね、描写がね、おかしくなるんですよ。なので、できるだけね、このエフェクトバッファーっていうのはね、切りたくないところですね。特に 3D タイトルが影響がでかいんで、ポリゴンを、ね、使ったようなタイトルはかなり影響が大きいんで、どっかにね、必ずバグが出ます。やっぱね、このまだ下にわけのわかんない四角が出た状態で
ね、プレイ続けてるのやっぱ嫌ですよね。なんなんだこの黒い塊はっていう。まあ、動きはね、当然、良くなりましたけど、BGM とかも。画面がバグってしまったら意味がないんでね。スピードの方ね、バッチリ出てますね。いったところにしときましょうかね。で、ちょっとね、総括の方に移っていきたいと思います。はい、皆さん、本日も最後まで動作検証の方をお付き合いいただき、お疲れ様でした。本日はですね、こちらのアーバンティックさんの、RG503 用に出たカスタムファームウェアになります、Gel OS ですね。こちらを導入して PSP の、ね、動作検証を行ってみたんですが、いかがだったでしょうか。私の、率直な感想としてはですね、まだそれほど、当然ね、今、ベータ版として、出てきたばかりですので、まだまだね、チューニングの方が全然、完成されてません。なので、これからね、どんどん良くなっていくと思います。で、一番大きかったのは、アンバニック OS 使っていた時に、サウンドのね、なんていうんですかね、ノイズがね、ブツブツね、入ってくるような状態だったんですよ。どのタイトルやってても。で、これが多分、おそらくその OS のね、せいでサウンドの方がうまくね、スピーカーにマッチングしていなかったのか、そういったね、ちょっと不具合的なところがね、見て取れたんですけども、今回この Gel OS を入れ替えたことによって、そのサウンドがね、ブツブツとかっていうのはね、なくなりました。はい。なんで、そこがね、一番大きかったかなと思います。動作に関しては、まだまだそんなにね、大きなね、差はないかなっていうところが正直な印象です。ネイティブの OS よりは PSP に関しては、ごく魔界村とかはね、フレームレートが安定していたかなと思いますんで、ネイティブのものよりはいいかとは思うんですけれども、まだまだ、そんなにね、すごく飛躍的に PSP の動作が良くなったとかっていうのは感じなかったです。ですんで、まだね、リリースしたばっかりなんで、無理してね、これを導入する必要はないかなと思います。しばらくはネイティブのアンバーニックさんが提供している OS を使っていただいて、こういったね、カスタムファームウェアの開発はね、どんどん進んでいきますんで、正式にね、リリースという形になってからでも導入は遅くないのかなと思います。今は、プレイで、ベータ版みたいな感じの位置づけなので、まだ、興味ある方以外はね、安定してるっていうところの保証もないので、無理して投入する必要はないかなと思いました。はい。それでは本日は以上となります。本日の動作検証が皆様の何かのお役に立ちましたら幸いです。ぜひチャンネル登録をしていただいて、また次回の動画をお楽しみにお待ちいただければなと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。